ジョニー・ギター・ワトソンは、米国テキサス州ヒューストン出身のブルースギタリスト、シンガー。クラレンス・ゲートマウス・ブラウン、T ・ボーン・ウォーカーらテキサス系、ブルースの流れを組むサウンドを基調としながら、シンセサイザーやトーキング・モジュレーターを取り入れたファンクを展開するなど、大胆に新しいサウンド切り開いたことでも知られている。1935年、テキサス州ヒューストンに生まれる。 ピアニストだった父親から、ピアノの手ほどきを受けるが、やがてギターに興味を示すようになった。11歳で祖父からギターを送られたワトソンは、クラレンス・ゲートマウス、ブラウン、アルバート・コリンズらのギターを手本に腕を磨いた。15歳の時両親が離婚すると、母親に連れられて、ロサンゼルスに移住した。新天地では、タレントコンテストで立て続けに優勝をさらうなどして、 頭角を表し、1952年には、チャック・ヒギンズのバンドで、モーターヘッド・ベビーをレコーディング。ワトソンは、ピアノと歌を担当した。1953年には、キングレコード参加のフェデラルから、ソロアーティストとしてのレコードデビューを果たした。デビュー当初は、ヤング・ジョニー・ワトソンと名乗っていたが、1954年の西部劇映画、ジョニー・ギターを見て、 ジョニーギター・ワトソンという芸名を思いつき、以後これを使用するようになった。ワトソンの存在をカッたるものにしたのは1955年に契約した RPM レコード時代だ。トゥー・タイヤード、ゴナ・ヒット・ザット・ハイウェイ、ホット・リトル・ママなどの曲がこの時代に生まれている。また、RPM 時代には、R ・キングのカバー・ゾーズ・ロンリー、ロンリー・ナイズが、 R&B チャート10位に食い込むヒットを記録している。1957年には、キーンレーベルより代表曲となった、ギャングスター・オブ・ラブをリリースし、小ヒットとなっている。この後、1960年代にかけて、ワトソンは、エスコート、クラス、ボス、チェス、そして再び、キングとレーベルを渡り歩く。チェスでは、ジャズトリオ形式のアルバムザ・ブルーズ・ソウル・オブ・ジョニー。 ギター・ワトソンをリリースするなど、新たなサウンドを切り開こうとする姿勢が目立つようになった。また、1961、62年には、自身の作品以外にもキングからリリースとなった、ジョニー・オーティスの作品にも参加している。1966年には、オーケーと契約。同レーベルからは、ラリー・ウィリアムズとの共演版を含む3枚のアルバムをリリースしている。 1976年、ワトソンは DJM よりエイントザ h エ a, a b i ッチをリリースする。この作品はドラムストフォー以外の楽器をすべて自らこなし、独自のファンクブルースを作り上げたもので、彼のサウンドの大きな転機となった。さらに77年にはリアルマザー・フォーヤーを発表した。このタイトル曲は現在もファンクブルースの人気曲となっている。 ワトソンは70年代後半から1980年代にかけて DJM から主要作となるアルバムを連発した。DJM 時代は彼のキャリアのピークの一つと言って良いだろう。1982年には DJM を離れて A&M より That's Horat Time It Is をリリースするが同レーベルからはこの一作で終わり続くバレービューからのアルバムストライク。 オンコンピューターズ以降は、しばらく新作からは遠ざかっている。1985年、初来日。シンセサイザープレイヤーを複数配したブルースらしからぬ、バンド編成で、ブルースからファンク、ラップに至るまで披露し、創作意欲が健在であることを見せつけた。1990年代に入ると、スヌープドギー・ドックらが彼の曲をサンプリングし、再び注目を集めるようになる。 そんな中1994年、久々のアルバムボーアをリリース。これが、米国で、ビルボードの R&B アルバムチャート48位に、チャートイン、1995年のグラミー賞にも、ノミネートされた。その勢いに乗り、1996年、バトソンは、ジャパンブルースカーニバル出演のため、久々の来日を果たした。しかし、横浜のクラブ、 ブルースカフェでの単独公演の最中に、心筋梗塞により、ステージで倒れてしまう。病院に運ばれるも、ワトソンはそのまま息を引き取ってしまった。その翌日に控えていた、東京の日比谷谷が音楽堂には、多くのファンが急性を知らないまま詰めかけた。ワトソンは、ロサンゼルス郊外グレンデールの、ホレストローンメモリアルパークに眠っている。ありがとうございます。